どうも、錬金術チャンネルのアルキミスタです。新ニーサで1億円を狙える夢のような投資信託をご存知でしょうか。なんとあの S&P500 の5倍利回りが高い、それがナスダック100でございます。それがこちら、チャートバグっていますよね。なんと S&P500 が霞んで見えてしまうぐらい。それこそ錬金術チャンネルでもたびたびこのチャートを使って紹介させていただいていますが、 S&P500 って劣気とした指数でございまして、なんと全世界株式オールカントリーを凌駕するぐらいのパフォーマンス叩き出しているんですけれども、それをさらに超えてしまうと、ナスダック100のチャートが右肩上がりすぎてしまって、もう S&P500 がね、もう縮めないと収まりきらないぐらいの利回りを叩き出してしまっております。じゃあ気になる平均利回りなんですけれども、それがこちら、なんと 12.7%。 平均利回りだいたい 3-5% って言われてるのに対して、驚異の 10% 超えの 12.7% で、ナスダック総合でも 10.7% ありますし、 S&P だって 9.4% で十分あるんですけれども、ちょっとナスダック100だけ化け物過ぎてしまっています。じゃあそんな化け物指数のナスダック100の正体について暴いていくんですけれども、それがねこちらでございます。テクノロジー系企業を中心に構成されている銘柄となっておりまして、世界最大級のベンチャー向けの株式市場でございまして、その中でも流動性高くて時価総額高くて、金融業を除く100社に連動する指数となっております。右のグラフ見てわかる通り、もうアップルとかマイクロソフトとか、もう名だたるテクノロジー系企業、ビッグテックなんて呼ばれているんですけれども、もうそんな会社ばかりでございます。まあ残りのね 41.9% がその他でくくられているんですけれども、こちらに関しても例えばコストコとかスターバックスとかモンエナーとか、私たち日本人でも知ってるような有名企業の集まりでございますということで、もう実質世界を牽引している企業の集合体と言っても過言ではないでしょう。じゃあナスダック100とナスダック総合って何が違うんですかって言うと、まあまあ違います。右がナスダック総合指数なんですけれども、こちらだいたい3000社上場しておりまして、まあでも情報技術がたくさんありますね。 37.5% で、幅広くねいろんな事業が分散されているんですけれども、ナスダック100に関してはもうほとんどが情報技術となっております。じゃあなんでこんなチャートを描くのか、まあ、それこそねナスダック100の方がもう利回りがダントツで高いのはなぜかと言いますと、それがですね結構これ面白いことになっておりまして、実はナスダック総合指数の 3% しかこの100社っていうのはいないわけですよ。そう、この100社っていうのは全体のうちの 3% になるわけなんですけれども、時価総額、企業の規模を数値化したものに関して言ってしまえば、なんと4分の3以上を占めております。だからこれだけもう影響力がめちゃくちゃでかいということがわかります。まあこれでねナスダック100っていうのがどれだけもう化け物じみているかっていうのがよくわかっていただけたかと思います。じゃあ有名な S&P500、 まあこっちはね誰もが一度は聞いたことありますし、それこそねここに投資をしている方っていうのもたくさんいらっしゃると思いますが、じゃあ同じアメリカでも S&P500 とナスダック100ってどういう風に違うのかっていうのがこちらでございます。実はナスダック100も歴史それなりにあるんですよね。 S&P500 が1957年に対して設立がねナスダック100は1985年とございます。でやっぱり一番違うところっていうのは企業数ですよね。ナスダック100がもちろんね100社、 S&P500 はもちろん500社っていうことで、この分母の数が違います。でナスダック100と S&P500 のねこの分布なんですけれども、まあ、やっぱり S&P500 の方が、まあ、幅広く分散されてるのに対して、もうナスダックはもうほとんどテクノロジー、もう
そこにね、一本集中っていうような感じになっておりますが、まあ、今のテクノロジー社会を見ると、まあ、確かにね、こういった尖っていた方が利益は出しやすいのかなっていうふうに思いますし、ちょっと余談なんですけれども、私がね、投資しているテクノロジー系の投資信託はね、利回りがマジで今、大変なことになってます。確か 40% とか 50% ぐらい言っていたような気がします。まあ、それだけ特にチャット GPT とかね、2023年ってもうほぼチャット GPT の話題でいっぱいだったっていう感じらしい。しかも最初のリリースからね、めちゃくちゃ進化して、もう私たちの生活に欠かせないと言ってもいいぐらい。それこそ私もね、それでプログラムコードを書いたりとかしていたんですけど、やっぱいかついなーって思うぐらい、やはりもうアメリカのテクノロジーってすごいなーって感じました。ね、富士通の富岳なんて世界でね、一番すごいスパコンなんて言われてるけど、今3位か4位ぐらいに落ちちゃってるじゃないですか。やっぱそれだけアメリカのテクノロジーってすごいんですよ。で、なんとね、この S&P500 のナスダックってね、5倍の差を広げているんですよ。 S&P だってちゃんと利回り高いし成果出してるんですけれども、もうそれでもね、ナスダック100っていうのがもう5倍の成果を出してしまっているということで、この錬金術チャンネルでは S&P500 とか全世界株式のオルカーンっていうのは紹介してきたんですけれども、実はね、ナスダック100っていうとんでもない隠し玉がありましたが、今までは紹介してきませんでした。じゃあなんで今まで紹介してくんなかったんだよと、おいこらと思った方もいると思いますが、ちょっとねここで悪いところに関してもご紹介します。それはリスクでございます。リスクとリターンは皆さんわかると思いますが、比例するものでございます。リターンが大きいということは、それだけナスダック100のリスクというものも高いです。だってテクノロジー系企業にね、こんなに集中しちゃっているってことは、まあそれだけね、この分散っていうのができておりませんし、まあなんかその業界に打撃を与えるようなことが起きたら、もう一気にこのナスダック100っていうのも下がってしまうわけでございますよ。例えば政府がね、変に縛りを設けたりとかするだけでも、もう一発アウトでございます。だからね、それだけリスクっていうのは高いということでございます。じゃあ利回りがね、この 12.7% あるっていう風に言ったんですけれども、まあこのハイリスクだけれどもハイリターンであるナスダック100って新ニーサで投資をしたらどれだけ儲かるのかっていうのをちょっと計算してきましたんで、一緒に見ていきたいと思います。もしも月30万円投資しましたと、で5年かけて年間1800万円の上限まで投資をしたら、まあ、どれだけ増えるのかなんですけれども、トータルしますと2451万円になります。5年で2451万円となりました。じゃあここからは積み立てを一切せずにずっと放置、1億円になるまで放置をすると一体どれだけ増えるのか、それがねこちらでございます。どれだけ増えるのかっていうのはおかしいですね。もうどれぐらいかかるのかなんですけれども、12年です。たった12年、投資で5年、12年後にはなんと1億円いってます。だから合計17年ですね。だから今23歳の方がもしもこのナスダック100に毎月30万円投資、まあ無理だと思うけれどもね、もうなんかめちゃくちゃすごいような会社に入社して投資し続けたら、なんとその方は17年後の、まあそれでもね、もう40いっちゃうんですけども、40歳の頃には1億円、資産1億円、富裕層ですよ。資産1億円って富裕層ですからね。の仲間入りをするっていうわけでございます。いやー素晴らしい。すごすぎますね。で、参考までに年利 5% だとどうなるかって言いますと、25年後でも6900万円しかありません。まあ、十分な額ではあるんですけどね。正直言うと、十分な額ではあるんですけれども、25年後には、6900万円になりますということで、1億円までの道のりはかなり長いです。ただ、一方で、ナスダック100に関しては、もう17年、たった17年で1億円の資産が手に入ってしまいます。ただ、ここから注意点がございます。必ずしも、毎年、
12.7% 一律で上がり続けるわけではありません。あくまで平均利回りでございますので、このリスクリターンっていうのは確かに比例はしますけれども、乱高下っていうのが結構あるんですよ。それこそ一時は 20% とか 30% リターンがありました。ただ一時はマイナス 20% 30% なんていうこともございますので、あくまで総合的に見たら 12.7% ですよっていうことでございます。じゃあ全体のチャートを見ていくとどうなるかって言いますと、まあいろんな金融危機っていうのがありますね。例えば IT バブル、これ2000年頃にあったんですけれども、ドットコムバブルとも言われてますね。この時は確かにテクノロジー系が中心だったので、まあ IT バブルによってね、一気にナスダック100は上がりました。まあこの時の構成銘柄ってね、もちろんその Google とか Facebook っていうのはまだなかったから、マイクロソフトぐらいしかなかったんですけれども、まあクアルコムとかね、そういうところが入っておりました。でこの時すっげー上がりましたけれども、結局バブル崩壊して、でまあ低迷期迎えました。で回復することなくリーマンショック迎えて、でそこから一気に右肩上がりになったって感じでございます。だから結局のところ IT バブルの際に投資をしていたら回復までに15年かかるわけですよ。リーマンショックの時にも立ち直ることできなくて、15年の年月かけてようやく回復することができましたっていうことで、12.7% の利回りだ、すげえ、じゃあ計算したら17年で1億達成じゃん、やべえってなるけれども、もしかしたら今後何かが起きてこんな風なボックス相場になる可能性っていうのもあるわけですよ。17年で確かに計算したらね、1億円になるけれども、ただ今後こういったこともあるかもしれないし、回復するのに時間かかっちゃって、むしろ S&P500 に投資したよりもとんでもないことになってしまうっていうリスクもございますので、このチャンネルでは1億円達成できる可能性はあるけれども、みんなそこに投資しよう、目指せ富裕層なんていう風に言うつもりは一切ございません。で一方で S&P500 とか全世界株式っていうのは8年ぐらいで回復します。この2000年ぐらいに IT バブルがあって、確かに影響は受けたんですけれども、リーマンショック前に回復はできてるんですよ。まあその後結局リーマンショックで下がっちゃって、でまあ今に至るっていうわけだから、まあリーマンショックの影響もね、もろに受けちゃっているから、まあ8年で回復してるっていうけれども、すぐにね元に戻っちゃってはおります。まあね、こんな風にボックス相場になる危険性っていうのもあるから、ナスダック100がね、ずっとずっとね、今みたいなとんでもないね、こんな化け物じみたチャートを描き続けるかって言われたら、未来は誰にもわかりません。まあただね、非常に夢はありますよね。だって12年でね、この元本でまあ1800万円をとりあえずぶち込みました。まあそうしたらね、もう12年後にはね、1億円超えちゃうし、しかも10年目でね、だいたいもう8000万ぐらいになっちゃってるんですよ。もうこれはまあ確かにね、夢はあるけれども、ハイリスクハイリターンですから。そう、あくまでナスダック100っていうのは資産形成、長期的な資産形成が目的の新ニーサにはちょっと相反する銘柄ではあるんですけれども、まあ夢があるから、もしもそれこそ若い方、私のようにまだね20代前半後半ぐらいでバリバリまだ働けますよっていう方なんかは、ちょっとね S&P とかまだオルカンだと物足りないっていう場合は、ナスダック100に投資をするとか、あとはまあ別銘柄でね、別で例えば新興国に投資をする、だけれどもちょっとチャレンジもしたいからナスダック100に少しだけ投資をする、まあこれは全然ありかと思います。じゃあ新ニーサでね、ナスダック100に投資できる投資って何かっていうと、これだけです。アイフリーネクストナスダック100インデックスのみです。こちらだけでございます。なので新ニーサで投資したいっていう場合は、こちらをね積み立てていく必要がございます。で他にも一応ナスダック100に連動する投資信託っていうのはいくつかあるんですけれども、投資信託協会が公開している情報によりますと、今のところはダイワーセットマネジメントが運営していますアイフリーネクストナスダック100インデックスしか対象となっておりません。
他のね、eMAXIS とか、あとは SBI とか PayPay 投信とかに関しては全部非対応となってます。ちょっと Excel で書いてあるから、すごいうさんくさく、なんかお前が情報加工してんだろうとかって、まあ疑う方は投資信託協会からダウンロードしてください。あの、投信協会は、なぜか PDF 形式ではなく、Excel 形式で公開しておりますが、まあこんな動画でね紹介する際には Excel 形式の方が結構ね加工が便利だったりするから助かってる側面はあるんですけどね。で、販売会社に関してはまあとりあえず29社あるので、ネット証券ならほぼどこでも買えるかなっていうイメージでいいですね。まあ銀行でも買えたりはするそうなんですけど、とりあえずネット証券ならねどこでも買えるっぽいんで、まあそれこそ SBI アセットとかなんか楽天投信顧問みたいな感じで、楽天証券でしか買えません、 SBI 証券でしか買えない、ここ限定商品ですよみたいなものは一切ございませんので、とりあえずね iFree Next NASDAQ 100はどこでも買うことできますので、この動画を見てね興味を持った方はこの投資信託で新NISA積み立ててみてはいかがでしょうか。ただもう一回言いますよ、ハイリスクハイリターン商品でございますから、まあね、まあ、怖い IT バブルのようなものがまた来る可能性もゼロではもちろんございませんので、そういったねリスクというものもしっかりと加味した上で投資してみてはいかがでしょうか。はい、じゃあということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。 Twitter、TikTok もやっております。概要欄リンク貼っております。 Twitter に関しては投資情報だけでなくて、あとは節約の側面も兼ねたポイ活情報なんかも公開しております。例えばクレカでこんなキャンペーンがありますよ、 PayPay などの QR 決済でこんなキャンペーンがありますよっていう情報ですね。まあこれをねフォローしていただくと結構ね、お得にお買い物ができたりします。TikTok もやっております。ショート動画、 YouTube ショート動画で公開しきれなかった情報、例えばね1分っていうね尺でしか YouTube ショートは上げられませんけど、 TikTok だとね実は1分半だったり2分ぐらい上げられたりしますので、ちょっとね端折っていた部分なんかも公開しておりまして、よりね YouTube ショートに比べてボリューミーな動画構成となっておりますので、興味のある方概要欄にリンク貼ってます。ぜひ見に来てください。業務連絡、パーポ作成のバイトを雇いたい。もうね、土日丸々返上してね、ずーっとこうやってパワポキャー作って、動画わーっとってサムネ作って、投稿ってやってるんですけども、やっぱパワポ作成が一番時間かかるんですよね。平日とかね、あと会社のお昼休みとか使って、こういうスライドをずっと作ってるんですけど、間違いなくね、会社での仕事よりも YouTube でのパワポスライド作成量の方が多いんですよね。ただ業務効率化を考えるとね、ちょっとマジで人雇いたいななんて思ったりしてるんで、今ちょっとね、いろんな知り合いにスカウトで声かけております。だからまあもしかしたらね、この錬金術チャンネルのね、この情報だけを詰め込んだ全然デザインセンスのないパワポからなんかパワポ職人みたいな方に変わる日がいつか来ればいいなって思ってます。でもなかなかね、投資とかポイ活とかそういった情報に詳しい人とパワポ得意ですっていうね、この2つのニーズに合致してる人っていうのがね、私の周りに全然いないんですよね。なんか小売業とか、まあ、なんか飲食とか、なんかそういった友達がねたくさんいるから、なんかパソコン苦手なんだよねとか、投資全然知らねえんだよねっていう人がね結構多かったりするから、まあ、とりあえず錬金術チャンネル見て投資学べっつって今ちょっと流しております。このチャンネルでは誰も教えてくれない人生が好転するお金の情報というのを日々更新しております。興味がある方はね他の動画を見に来ていただければと思います。まあ、ちなみに視聴者さんの中でバイトを雇うつもりは一切ございませんので、でそこはご了承お願いいたします。ということで、ここまでご視聴していただき誠にありがとうございました。ではさようなら、バイバイ。